悪者が襲ってくるわ。なんで怒ったのかしら。変な女の子、ひょっとしたらヒステリーかもしれないわよね。そうでしょ、ソラン君。ごめんなさい、私ちょっと怒った真似をしただけなの。ごめんなさい、私ってどうしてこうおしゃべりなのかしら。まあまあ、お兄ちゃんがね。ねえ、あのチンパンジーの子供ウインクしたわよ。気でも違ったんじゃない。もう外国へ素敵。じゃあ行ったことあるの。一度でもクイズに当たったことあるの。そーら、皆さん嘘ばっかりって。これだけ準備するの大変だったの。ぼーっとしないで早く荷物を運んでよ。ちょっと狭いけど我慢してあげるわ。ねえ、みんなはどうなるの。それよりも潜水艦が早く島から出ましょうよ。私は奇跡でありまする。お世話になりまする。あの辺りに梅干しがあったのであります。もう二度と梅干しに帰れないのであります。思い出しまする。あの華やかなお祭り。おじさま、さっき表が騒がしかったけど、私町に出てみたいの。おじさまが危ないってここから出してくれないの。屋敷の人たちに見つからないように出たいんだけど、1時間だけでいいわ、お願い。いやよ、あのおじさまったら私をいじめてばっかりいるんだもん。私ここでおじいちゃんとボビーと一緒に暮らすの。おじさま、おじさま、どうしてメリーは外に出ちゃいけないの。どうしてボビーと遊んじゃいけないの。ヒロミ、ねえヒロミったら、あのさ、今日帰りはおうどんにする、それともハンバーガー。見た見た。でも汚いよ、目立とうと思ってわざとヘタッピにやってたんだろ。あら、知らなかったの。今まで上級生が私たちの面倒を見ていてくれたのは、新しいコーチの着任が遅れていたからでしょ。そのコーチが明日あたり来るんですって。ああ、足はだるいし、土踏まずは痛いし、来る早々グランド20周だなんて、ああいうの鬼コーチって言うんだね。おうどん食べに行こう。そうすりゃ少しは足の痛みも取れるよ。はあ、でもさ、あのコーチキリッとして活かしてるね。どうしたのヒロミ、さっきから一言も口聞かないで。あれ、ま、何その憂鬱そうな顔は。お母さん晴れたり曇ったり、ちょっと極端だよ。なんか面白くないことでもあったの。はあ、ダメだこりゃ。すごいわ。噂には聞いてたけど、東堂さん生徒会長だも忙しくって、コートで見たことなんかなかったもんね。本当にすごいんだわ。憧れちゃうな。尾崎さん東堂さんのダブルスなんて天下無敵よ。私相川真希、ついに来たよ、お蝶夫人との対決。でも私嬉しいんだよね。だって本当にいろんなことがあったのに、ヒロミったらまたコートの上に立ってるんだもの。大丈夫、心配ないって。ヒロミには東堂さんたちや桂コーチ、それに宗像コーチがそばにいてくれるんだもの。次回きっと見ている。お兄ちゃん、僕にも見せてよ。おいしそう。ずるいよ、僕の方がちっちゃいよ。大丈夫さ、今日は運河に近寄らないから。母ちゃんに頼まれたことがあるんだ。だって学校でやってるとこだもん。君どこまで乗ってくの。帰りは一緒なんだろう、お母さんと。じゃあさよなら。ごめんよルーセット、お前を置き去りにしちゃって。でも怒ってなんかいなかったろ。だってお前は一人でだって家へ帰れるんだもんね。二階ルーセット、菊芋はね、こうして植えておくと大きな大きな根をつけるんだ。だからこの畑は小さいけど、僕の大事な畑なんだ。どんなことがあっても踏んづけないでおくれよ。わかったね、ルーセット。ルーセット撃つな。ルーセット、ルーセット、僕にも分けてくれる。ケスケ、怪我はなかったか。
ちょっと僕急いでたものだから。そうか。じゃあ君に僕がこれだけ謝っても許さないっていうわけだ。わかった。もういいよ。僕は謝らないよ。決めたよ。すっげえな。あ、そうだ。君に言うの忘れてたけど、僕しばらくの間ボクシング習ってたんだ。これ言わなかったのは僕が卑怯だったね。ごめんよ。セントルイスとニューオーリンズの間では蒸気船の競争があるんだ。その日は町中の人が川岸に集まってね、まるでお祭りみたいなんだ。何しろ3日も4日もかかる競争だからね。いよいよその日の朝が来た。岸もうちの屋根も他の船も黒山のような人でいっぱいだ。やがて両方の船から高い蒸気の柱が上がる。2艘の船は汽笛を響かせながら走り出す。ダメだ、ダメだよ。やっぱり沈んで船を岸につけてくれ。僕は泳げないんだ。聞きたいことがあるの。今日足を触った時硬かったの。他の人と違うの。ロボット？僕が？僕ボスに言いつけられたことだけしか知らない。お父さんお母さんさようなら。よろしくアトム。うるさいことばっかし。お兄ちゃんなんて大っ嫌い。いいだ。うるさいわね。すぐに返すわよ。どうやったら動くのよ。ああ動けたら。ああ走った。いしょー。あんたそっくりね。さすが私の分身だわ。あらあんたこそ私の分身じゃない。へえ、言い方まで私そっくりだわ。これじゃパパやママやアトム兄ちゃんにはどっちがどっちだかわからないわね。とにかくあんた分身なんだから、これ持ってお絵かき教室に行ってちょうだい。分身のくせにずうずうしい。あんたはね、私がちゃんとロボッティングに出られるように作ってもらった偽物なのよ。あんたがお絵かきよ。今頃ハンバーガーを知らないなんて本当に古いな。僕なんて全部食べたことあるんだからね。病気じゃないよ。人を好きになることだよ。よし、明日みんなで服部くんの後をつけてみよう。服部くんが一人でハンバーガーショップに。今日転校してきた埴輪進です。よろしく。ダメです。カンニングはいけないことです。先生、ひろしくんは僕の答案を見てカンニングしました。皆さん、校内の皆さん、僕の隣のひろしくんは今日のテスト中にカンニングしました。皆さん、僕の隣のひろしくんは今日のテスト中にカンニングしました。このような不正は絶対に許されるべきではありません。皆さん、僕の隣のひろしくんは今日のテスト中にカンニングしました。もう勘弁してくれよ。絶対に許せません。はい、僕の乾杯です。これからは一緒に世の中の悪と戦いましょう。我々は正しくないことはどんなに小さなことでも絶対に認めてはいけません。許せない。世の中にはもっともっと許せない悪い奴がいる。そんなことだからママに逃げられちゃうのさ。勉強しすぎて病気になるより子供はたくましく育った方がいいんだぜ。いや本当、やるやる。パパの役に立つことだったら何でも。ごめんごめん。ご覧の通りパパの言いつけでこの本の山を片付けてんのさ。もう嫌だな、中に入るの。テストのたびに0点なんだもん。先生もたまにはおまけしてくれればいいのに。なんとかパパをごまかす方法はないものかな。待て、言ったわ。帰ってくるのよ。パパの飛行機は今どのあたりかな。ミオも飛行機が欲しいな。パパお帰りなさい。ミオはいい子にしてましたよ。ほうかほうか、ミオ寂しくなかったかい。ママ、チャッピーママがいるといいのにね。ねえチャッピー、ママ持ってきて。お願いチャッピー、ママ連れてきて。こうだ、寝るんだよ。もうしょうがないな。
待ってるよ。コーダ、どうしたんだ。こっちへ戻っておいで。あのお船、おじちゃん、おじちゃん。もうこれ爆発しないの？ねえ、僕を助けてくれたあの4人のお兄ちゃんやお姉ちゃんはどこ行ったの？よう、シロブ。やあ、みんなおはよう。やだな、当たるに決まってるじゃないか。シロブ、僕当番手伝ってあげるね。え、日直なんて一人じゃ大変だよ。いやいや、床が汚れてる。綺麗にしないと先生に叱られちゃうね。の決定的要素はクラブヘッドの重さとスピード、それにボールの反発力の3つです。力学的に言ってヘッドが重くて長いドライバー、しかもそのシャフトが軽くバネの効く素材であること。したがってこのヘッドを全力をフルに発揮してボールに叩きつければ必ずや超ロングドライブを飛ばすことができます。お前もしっかりお金洗うんだよ。これだけ洗ったら大金持ちになれるかね。今はの息子、それじゃバーンと一万円札で行ってみよう。こんなもんかね。どうしたんだ龍一。あんたがみゆきちゃんか。噂通りべっぴんさんだね。そうしましょうよ。別に一人や二人増えたってどうってことないんだから。気をつけていくんだよ。続いてのステージ、ドラゴン龍一。おはよう、まさとちゃん。グッドモーニング。朝ごはんよ、起きなさい。おはよう、マサトちゃん。さあ早く顔洗ってらっしゃい。歯も裏側までよく磨くのよ。わかった？んじゃろ、アーロ星があんなに小さく見える。ちっくん、こんなの初めてだら。追っかけっこだら。ちっくんやる気満々になってきたら。面白いだら。宇宙の果てまで飛んでいけ。なんだか変な気分だ。なんと、殿下、大丈夫でありますか？ララ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 、なんだかとってもいい気分になってきたら、あの星に何かある。僕はそんな一般大衆の喜びそうな言い手にはならないだら。僕の嫁さんにしてやるら。みんな何をそわそわしてんのかな。モデルさんの仕事って怖いんだね。結婚するよ。僕の予感はよく当たるんだ。ペルシャンが結婚するのはあの二人かもしれないな。でもどっちだろう。はじめまして、僕ジョナサン・アレンって言います。はるばるピッツバーグからやってきました。ピッツバーグから見ればこのロサンゼルスもアメリカの外れです。あなたの息子です、ウィルフレッド・アンダーソンさん。もう5歳になったんですよ。ごめんなさい、僕こんな風にお父さんを追い詰めるつもりじゃなかったのに。ママが死んじゃって行くところがなかったんです。だからついてくるなんていうのがどうしてわかんないんだ。行くんだアダム。行けったら。まあまあまあ、タームルーキーも抑えて抑えて。ターは最後のテストぐらいいい点取りたいって僕と一緒に勉強してたんだ。あ、ありがとう。それじゃあターの手伝って。僕のは大体できてるから。部品はうちから送ってもらったんだけどね。これが設計図なんだけど。
まあ僕早くこれを完成させて、マーヤみんなと一緒に卒業記念のドライブに。今度こそ飛んでみせる。行くぞ。それ。やあ！なんでもないよ。あっちに行っててくれ。だったらこの葉っぱどけてくれよ。起き上がろうとしてんのがわかんねえのか。やい、ここだここだ。逃げるんだハッチ。こっちだ、こっちこっち。かなアンパンマンたち。みんなが困ってるって。よし、大丈夫だよ。山の守り神は僕たちの友達なんだ。